カズレーザー MC 共用バラエティが放捨て、ホース激派でママう大沸騰の訳はかがえり、美肌、キラーワード続々の中身。現在、地上波テレビでは現地時間の8月11日まで行われるパリ五輪の試合、ニュースが連日放送されている。8月4日にはフェンシング男子フルーレ団体決勝で日本がイタリアに勝利し、この種目では初の金メダルを獲得。 フェンシング全体では今大会5個目のメダルでメダルラッシュと話題になっている。そんな多くの国民が盛り上がっているパリ五輪の一方で、ママ層においてはあるバラエティ番組が話題となっていて。メイプル超合金カズレーザーさん40が MC の共用バラエティ番組、カズレーザーと学ぶ。日本テレビ系が女性視聴者。 特に30から50代くらいのママさん世代の層に刺さりまくっていると言いますよ。7月16日放送会を最後に特番やパリ五輪の中継で放送休止でしたが8月6日に2週間ぶりに放送される。共用の要素が強い同番組は当初インテリ層向けの番組だと考えられてきました。現在は女性の間でも非常に人気になってきているんです。 視聴者層が広がってきたのも要因なのか。現在テレビ界が最重要視している13から49歳のコア視聴率がどう時間帯でトップになることも珍しくありません。放送作家。カズレーザーと学ぶは、インテリ芸人のカズレーザーが小むざしい。でも知れば人生がちょっと変わるという最新研究や学説を各界の専門家から学ぶ。 新しいスタイルの超ハードコア教養バラエティ番組。2021年から4回のパイロット版を経て翌22年10月に現在の火曜夜、10時枠でレギュラー化し、今年10月でレギュラー2周年を迎える。7月16日放送回もコア3.4%、関東地区ビデオリサーチ調べ。という好成績で、時点が報道ステーション。 テレビ朝日系の3.1%でした。この時間帯はカズレーザーと学ぶが始まる前はホーステの一強状態だったんですが、最近はカズレーザーと学ぶがホーステを送っている感じですね、全道ホーステは視聴者の生活に直結するニュースに加え、旬で勉強になる特集が組まれることも多い。その市町村は、 バラエティ番組やドラマを見ない人や知識欲のあるインテリ層が多いと見られ、その層がカズレーザーと学ぶに裏返したところもあるのだろう。そして、ここに来て30代以降の女性層、特にママさん世代に大人げになってきていると、カズレーザーと学ぶが取り扱うテーマは、株取引や令和のシンバラスメント、AI 問題など多岐にわたりますが、 美容に関する話題が掘り下げられることも多く、おそらくそれが30代以降の女性層に刺さっているんですよね。栄養学や生活習慣、細菌など生物学の最新情報を取り扱うテーマの際も、関連して美肌につながるとか寿命が伸びるといった、美容や健康と関係のある研究が出てくることも多いですからね。どうたとえば、6月11日放送会では、 大阪公立大学大学院理学研究科生物科学専攻の笠松慎吾准教授が腸異様分子を紹介した。腸異様分子とは脂肪燃焼や強い抗酸化作用を持つ、つまりシミシワの予防といった美肌効果など多くの面で人体に有益な分子のこと。最新の研究によりブロッコリースプラウトには大量の腸異様分子が含まれていて、 しかも、癌細胞を殺す作用のあるスルフォラファンという成分も含まれていることを解説。だが、いたずらにメリット面を言うだけでなく、ブロッコリースプラウトを食べすぎると体内の有益なバクテリアも殺してしまうため、過剰摂取は NG と具体的な数字付きでの注意喚起もこうなっており、そういう意味でも安心して自身の生活に取り入れてみたくなる内容となっていた。 最新の8月6日放送会も夏休み特別企画と題して日本人が愛する2大シーフードのタコとイカの知能や個性を徹底的に掘り下げていく内容だと予告されているが予告動画ではタコに老化予防効果を新発見とあるほか番組表サイトのラテ欄には美容成分昨年発表タコので8歳長生き若返りビタミンに痩せ効果イカはで食べるべし という一文も、やはり美容を求めている視聴者に刺さりそうな内容となりそうだ。いつまでも美しく若々しく健康でいたい。ママ層を中心に世の人々にとって普遍的な願望ですが、カズレーザーと学ぶ、ハソのツボを上手に抑えていると言えそうです。不老不死とか幸和化ガエルといったキラーワードも多いし、 内容も大学教授など専門家がしっかりしたソース付きで解説してくれてわかりやすい。カズレーザーさんの MC も、お笑い要素はありつつも変にちゃちゃを入れる感じではなく、専門家の意見をより掘り下げたり、新しい視点で切り込んだりと、知的好奇心をくすぐるものになっていますね。最新の研究や商品、知識を特集しながら、それをうまく美に絡めてくる同番組に、 30代以降の女性層が盛り上がっているというのは自然なことなんでしょうね。テレビ誌編集者。最強のニュース番組、報道ステーションを食う、カズレーザーと学ぶ。パリ五輪の放送中も美を追求する女性層はどう番組にチャンネルを合わせるのかも。